ってしまったわ。ね。はい。シーンですよね。シンシンと。うん、眠いわ。なんか暗いの？そうでもない。ああ、画面が暗いだけです。鼻も。間が。なんかね、わたわたしてないとらしくないから静かになっちゃいますね。わたわたいつもこんなことをね、わた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 。さて、そう、今日はね、パッションさんいるんですけれども、嬉しい。まだ席についておりませんが、そろそろ、まあ、ちょろちょろ入っていただいて、こうとなんか時間通りすぎて逆に人もあんまり入ってない。うんね、今から皆さんですね、始まってます。始まってます。もう始まったの？はい、はい、少々失礼しました。いや、俺じゃない。俺じゃない。すごいバキバキな。いや、そろそろやっていきますかね。はい、はい、はい、お願いします。はい。はい。はい。それでは皆様、こんばんは。はい、こんばんは。いや、なんか久しぶりに参加させてもらったような気分。なんか嬉しいですね。いやー、照れるとか言って。はい、よかった。いつもの感じ。ほっぺが赤リンコ。はい。行きますか？はい。はい。今日は？まあ、あ、そう。何でしたっけ、今日の。そう。そう。今回のテーマは、はい、冬セール、はい、&うん、新作春物。うん。要するに何でもですね。そういうことですな。さあ、今日もぶっ壊れていきますか？いきますか。真面目にぶっ壊れますか？はい、はい、楽しんでいただければと思いますし、はい、楽しみながらやりましょう。はい、そうですね。はい、じゃあもう早速いきますか。いきますか。よっしゃ。本日もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞ。酔っ払ってると思う、最初から。行くぞ。はい、よろしくお願いします。あ、ちょ、はい、はい、失礼しました。はい、うん、頑張ってセッティングしたのに、ここにラックがないから変な感じなんだ。ラック、あ、ね、いつもほら、うん、いいの、予備の服、うん、はい、はい、それよりもぶつからないように気をつけていただいて。あ、はい、すみません、悪いっした。はい、はい、はい、やば、やば、から元気。そう、から元気。なんて寝てたからね、今。はい、よろしくお願いします。はい、よっしゃ、よし、はい。まあ1本目なのでさらっと、うん、はい、かつちょっとまあ秋冬のものだったりするんですけど、うん、爽やかじゃん。爽やかに、うん、冬物でもね、やっぱりこうやって着ていただくと爽やかに着ていただけるので、うんうん、で、らしく今日、うん、明日から、うん、また寒いと。あ、いやいやね、今もう自由が丘、はい、雨降ってますけど、あ、丘だから、丘だからか、うん、なんか場所によっては雪まで降るとかなんか言ってますからね。やめてください。嫌ですけど、うん、はい、まあなので、はい、まあ暖かいものを取り入れつつ、はい、でもやっぱり春なので爽やかに着たいということで、はい、今回はこちら、うん、おい、これはご紹介したことなかったんですけど、綺麗な色ね。そう、年始まって入ってきたやつなんですけれども、うん、はい、私めも今日初めて見ました。はい、はい、変な店ですね。うん、本当にやば。そう、こちらセネクチュールの、はい、これ生地なんだっけ、アンゴラナイロン、うん、アンゴラ90、うんうん、なんでもないけど綺麗よ。そう、これ発色がすごい綺麗なんですよ、うんうん、そう、この感じ画面越しで色ちゃんと伝わるかあれなんですけど、うん、はい、はい、いや、綺麗に伝わってます。あ、よかったです、はい、
でその中に、うん、あのこれあの熊谷さんがライブで着てたちょっとなんか透け、はいはい、透け素材で、はいはい、なんか熊谷さんが着た黄色になんか黒い粒々ドットのブラウスだったと思うんですけど、うん、それの黒黒のバージョンですね、うん、フロッキープロプリントですね。はい、フロッキープリントになってる、はいはい、細かいドットのフロッキープリントの、うんうん、ね、小さくね、これ吹き付けてるんですね、生地をね。ね、わかりますかね、はい、あ、見える見える。はい、よく見えます。そう、この感じの、はい、ブラウス。はい、そう、なんかシャツっぽい感じに入れようか迷ったんですけど、うんうん、ね、黒で、うん、でもなんか透け感あるやつだとまた見え方楽しいかなって思って、うんうん、はいはい、差し込んでみました、ね、なかなかこう手持ちの服でこういうことまでも計算しては、うん、あのコーディネートしにくいんだけれど、単純にまあ普通のシャツとか着てもらって合わせるだけでもこの時期はいいかもしれないですね、うんうん、もう普通にそれでいいと思うんですけどね、うん、そう、ちょっと今回はこれを、うん、これもまだご紹介したことなかったので、うんうんうん、もう一緒に使ってみようと、うん、で合っちゃったのではい、はい、こんな感じでまず、うん、まあ、デニムに合わせて、はい、うん、そう、この黒に合わせて黒、さすがにパンツまで黒に行くと、うん、このなんかセーターの生地感も相まってちょっと冬っぽく戻っちゃうかなって思ったので、うんうんうん、今回はデニムにしてます、うん、何気にこう表情だけで、うん、あのイメージ分かってもらえると思うんですけど、このニットお袖口がこうベルスリーブっていうか、あ、そう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 、うん、ふわっと膨らんでるんですね。あ、これお色違いあるな、はい、それ、うんうん、私見てもらう方がいいかも。このニット綺麗、うん、ありがたいことにあの自由が丘店も、まあ、目白店もそうなんですけど、今回セミクチュールのニットが非常に秋冬、うん、非常によく動いているものですからです、ね、メーカーさんの方からね、あの年が明けてもいろんな意味でね、うん、あのどんどん商品送ってきてくれてるので、そう、切れませんね。年明けにもかかわらず、うん、はい、秋冬もの素敵なのがね、はい、またこうやって届いてたりするので、はい、そう、こうやってちょっと、うん、ね、パフッと、はい、あの切り替えで編み地を、はい、うん、あの減らしたり増やしたりして、うん、うん、そうですね、減らしで細く太く取ってますね。この袖全体のシルエットをちょっと見ていただいて、そう、こういう感じの袖になってます、うん、はい、ニットらしい優しい袖付けになってて、袖のところを大きく広げてます、うん、綺麗ね。そう、綺麗なんです。で、またこの V の感じが、うん、はい、やっぱりなんかちょっと今年 V ネック気になる、うん、そんな。あとね、冬でもやっぱりこう V ネックでないと嫌っていう方も多いね。一枚で着る方はもう絶対 V がいいとかね、うん、タートルか大きくあの襟首元を包み込むようなタートルか、はい、逆に冬でもこういう V ネック、うん、今中にシャツを挟み込んでるけど、はい、一枚で着るっていう感じの方も多いね。まあそうですね、はい、むしろ1枚で着るみたいな方の方が多かったかもしれないですけど、うんうん、でもすごく色綺麗、形綺麗、うん、とても良い。そう、そうなんです、はい、でちょっとライブで見せるのに、うん、これ1枚とデニムだけだとちょっと心もとなさすぎたので、はい、まあ差し込んだ手部分はあるんですけれども、うんうん、普通に着ていただく分には1枚で全然かっこいいです、はい、うん、いや本当にかなりお袖のところ、二の腕のあたりは細く見えるんだけれども十分に分量感はあるので、そう、普通に、はい、あのお袖の部分もあるんですけど、うん、ここがパフってなってる分、うん、二の腕が細く見える、うんうん、そうですね、そんなニットですね、うん、なのでどうだろう、7号の方から11号の方までは同じような感覚で着れて、うん、それなりにあのその体型プロポーションが生かされるような気がします。このデザインがね、そうですね、はい、こんな感じです。本当に本当に綺麗です。そう、身幅もそれなりにやっぱりあるんですよね、うん、はい、
まあ、ちょっと王道かな、 V ネックのこういういい感じのおしゃれなシンプルなニットにデニムを合わせると、うん、そう、もうこういう、はい、もう色が綺麗、形が綺麗、素材が綺麗は もちろんなんですけど、うん、やっぱりなんか変に頑張って着ようとすると、うん、これの良さがちょっとなくなっちゃうかなって思った部分で、うん、もうシンプルに王道な合わせにしてます。王道、王道、綺麗です。何でもないけど綺麗です。で、さあこっからずっこけるか、はい、そう、これが嫌だもう最初のプレゼンみたいなね、このコーディネート普通に王道ですね、カジュアル、シンプル、あ、で悪くない、このスイード、うん、これフライガールだったかな、うん、そうだね、フライガールの、うん、この襟の方のタイプですね、うん、あとフードのラップタイプがあるんですけれども、うん、こっちのタイプでもうちょっと襟の立ち具合を楽しもうと、ね、もう本当王道に王道の形ですけど、うん、やっぱりなんかこのツイードの表情感出て、またより羽織ってるんだけど逆になんかまた春に向かってる感じがするんじゃないかなっていう、ね、このツイードそのものがツイード の、うん、良さとこの柄、大きく言うとヘリンボーンを大きくこうちょっと変形させたような感じなんですけれど、はい、なんか絶妙に面白いうまく表現できないんですけど、もう単純にこれだけでおしゃれ、ね、もうなんかこれだけでいいんじゃないかなって、うん、はいはい、何回かご紹介したことあるんですけど、うん、こういう感じでね、綺麗、グレーと、はい、きなりと白と黒と、はい、あと茶色、はい、この茶色が画面越しで出るか分かんないですけど、うん、いろんな色が、うん、そうヘリンボーン柄をほんとでかくしたような感じで、はい、うん、そうですそうですね、セイダーになってますね、うん、そう、この感じがなかなか、うん、良いのではないかと。ということで1本目はもうさらっとこの感じなんですけど、いやいや、なんかそのまんまで、あれちょっとそれで首元寒いかな、この何日間は、あ、この何日間、そしたらどうする、首元どうしようさあ早くしなさい、お出かけするのにもう時間がないのよ、このまま私首が風邪ひいちゃうわそんな風邪ひいちゃうわ、そう、風邪ひいちゃうわよ、早く早く何か進めて出ないと、もうどれもいらないいらないそんな感じはい、怖いわ常にそう、どのくらいですか、ああこれだとでかすぎ、ああ、うん、ちょっと冬に戻っちゃうかな、いやいや冬に戻そうよ、寒いんだから寒いから、うん、冬だけど、うん、ちょこんとしたって意味ないよ、まあね、うん、そのセーターとそのシャツである程度の軽やかさは出てるから、うん、うん、ちょっともうちょっとあれかな、全然暖かさを感じない、気持ち悪いですね、単純にそれでいいと思います、ドカーンとガシッとコートの上から巻いてもいいし、うん、よいしょよいしょよいしょ、うん、こういう時はもう変にね、あの作戦考えないで大きくバーンって巻きましょう、うん、あ、うん、それがいい、こんな感じで、うん、全然いい、かっこいい、あ、いいですね、うん、こういう時は小技を考えないで、もう普通にシンプルにいきましょう、シンプルに考えてシンプルに着る、そしたらそこに、あー、かっこいい、なんでもないのにかっこいい、なんでもないのにおしゃれ、うん、そんな感じがここに出来上がる、いいじゃないでしょうか、良いでしょうか、ええ、上から目線で言わせてもらいます、ええ、いいよ、
かなりいいよ。なんか嫌だな、うん、立場上言うのは特権だから。あ、そうですね、はい、いかがでしょうか。はい、あのいいと思います。すごくいい、はい、色がそのブルーが効いてる。そう、このブルーはやっぱり活かしたいですよね。うん、うん、すごく。そう、ね、さっきの三角のやつだとちょっとベージュが邪魔しちゃって、うん、なんか逆に生きなくて気持ち悪い感じだった、うんうんうん、黒にしたら。そうそうそう、うん、よかったですね。やっぱり無地に無地はこうペタッとした感じで重ねると、うん、あまり楽しくないね、うん、やはりそこに無地に無地を合わせる重ねるんだと少しここに空間が大きくできる方がいい、はい、立体感がね、うん、と思います。はい、はい、でも素敵です。はい、はい、ありがとうございます。と思います。皆さんいかがでしょうか。いかがでしょうか、うん、ということでお値段いきたいと思います。はい、これいいね。このソフトですよ、はい、またすごくいい。こちらフライガール、はい、これは面が68で、あとポリアクリルだからな。これこれからの時期にすごく使えるよ。そう、面がもうベースの、うん、春に向かってもうスプリングコートみたいな感じで着れちゃう、ツイードの ね。でまあ羊毛も羊毛は 5% か、うん、多少入ってるんですけれども、うん、面の方がやっぱり強いので、うん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 、あったかくでもなんかさらっと爽やかに使えるって、うん、そんなコートですね、うん、この色単純に綺麗ね。そう、この水色ほんと綺麗なんですよ。すごい綺麗、うん、おすすめです。はい、はい、こちらフライガールのコートが、やっぱりそうよね、ブルーが綺麗。 ありがとうございます。いや本当にそう思う。嬉しい。綺麗だよ、ほんと綺麗。いい色、うん、ブルーって普通この色は寒々しいけどね。そうそうそう、寒っぽく素材感がそれをほっこり暖かく見せてくれてる、うん、そうなんです、そうなんです、うん、いい感じ。はい、ちょっといいですよ、うん、こちらのツイードのコートが64,900円、はい、が 45,430円になっております。はい、45,430円になっております。なかなかいいのおすすめです。それからね、こういうのがもしかしたら狭間にすごく美味しい一着になるような気がします、うん、なんかこれがシャツになったら、うん、もうそれだけでもう春じゃないですか、うん、ね、もう少し、はい、いいと思います。でこちらのストール、はい、はい、こちらのストールが、はい、お値段どこ行った買った、このストールお買い得です。ですね、うん、6,490 円でございます。皆さんゲロですよ。6,480円、なんと、うん、あ、6,490、なんとこれ1枚あって、あの大盤で、うん、なかなかね。そう、毎日使っても1年は絶対使えます、うん、ファッションさん、ちなみに黒のこのストール3年目に入りました。ああ、3年ですか、はい、毎日使ってます。あと自由が丘、青色側とこの緑がありますね、はい、目白はまだありますこれ。あります。はい、こちらですね、はい、これもいいね。で、はい、今回本題、うん、このセミクチュールのアンゴラナイロン、はい、アンゴラ90、はい、ナイロンテンパ、はい、何よりももう見た感じが綺麗、かっこいい。そうなんです。袖口のこのたわみたごみがいい感じ、大げさすぎず、うん、そう、ここがふわってなって、うん、このリブでちょっとたぶん感じ、うんうん、これだったら袖ペッとめくって洗い物しても大丈夫ね。はいはいはい、まくっちゃって、そう、まくってもこれのたごみが大きすぎるとね、まくったそばからね、もう一回まくんなきゃいけない、落ちてきちゃう、はい、もういつも炊事場やってるみたいな意見で申し訳ないけど、あ、私好きなのよ、あ、そうですか、はい、やってない、やってんの、はい、やったことない、はい、こちらが36,300円が25,410円になっております、はい、25,410円。特にこの2色があって同じ売り場に並べてるのに、やっぱりこのブルーいいね。なんかこのブルーいいんですよ、うん、でこっちの色が好きな人に怒られそうだけど、そう、これはこれでいいんですけど、うん、なんか今日の気分、使いたい気分はこっちの色だと、ね、うんうん、賛成です。なんかあるんですよね、うん、日によってはこっちのオレンジが良かったりしますし、やっぱり、うん、で、こちら、うん、これまたフライガールなんですけれども、はい、あ、フライガールじゃない、アニマジェメッラだ、アニマジェメッラ、はい、アニマジェメッラです。
そう、このフロキープリントになってる、はい、ね、何でもないんですけど、襟が少しこう、解禁っていうんでしょうかね、そうなんです、脱がせないと分からない、脱がせて見ていただいた方がいいんじゃない、このブラウスは綺麗だよ、かわいい、うん、アニマジェメラっていうのは本当に女っぽいよね、ですね、あのデザインそのものはシンプルなんだけど、見せ方とか作り込みが女性らしい、さっぱりはしてないよね、なんとなくこうめめしさみたいのがどっかあって、なんかそうすごい女性らしいんですよね、うん、ね、ちょっとしたところ、そう、そうなの、アップしてもらってみて、でこれだけ透けてますけど実際着ると、うん、このフロッキープリントのおかげで、まあ透けの感じはだいぶ違いますね、まあ基本的には何か皆さん一般的には日本人の場合はね、キャミとか、キャミ着るでしょうけど、でちょっとパフのスリーブなってて、はい、割とアームは広め、うん、お襟のない方がすぐ売れちゃったんですよね、うん、そうそうなんです、はい、で、このリブっていうか、うんうん、ここ綿生地、はい、の袖になってるんですけど、うんうん、はい、そうだね、そう、リブではない、うん、プライスっていうか、うんうん、これがちょっと長めに作ってあって、はい、またこの感じもまた良くて、ね、かっこいい、かっこいい、でこれ女っぽくてかっこいい、そう、上までボタンがある感じじゃなくて、うん、解禁の少し肩袖山っていうかね、袖山をちょっとパフったような感じの作りになってます。そうですね、小さく、はい、ここ小さいパフにしてますね、袖山上げてます、うん、ですね、はい、女らしいです、そう、これとってもいいんですよ、はい、これから着るのにいい感じ、うん、西洋系の方っていうのはもうこれまんま下着の上からバシッと、ね、そんな感じでかっこいいですけど、うんうん、透けてなんなのみたいなね、そうそうそう、やんなさいよなかなか日本でやらなきゃやばかった、うん、見えんじゃないけど透けてるよとかで危ない怖い、そう、こちらのブラウスが26,400円が18,480円になっております、うん、はい、はい、18,480円ですね、そう、セールになってるんですけど、うん、でもこれは本当これからの、うんうん、ものになるので、なんなんだろうね、イメージって面白いですね、これを日本人が、もう本当に日本人がって言い方ね、アジア系日本人とか中国の方とか、まあ、韓国の方一枚で着てるとなんかこうやっぱりいまいちいっちゃってる感じしますよね、なんだろう、どう西洋系の人だともう普通にそう知っていないから何せなのですよね、うん、そうそうそう、恥ずかしさが入るとちょっとスレッカラシ風の感じとかね、どっちかになって、うん、なんか、うん、やっぱりなんかそういうところの、うん、なんかもう慣れてるっていうか、うん、そう、慣れとかっていうか、やっぱりこう民族的なものとか文化の DNA っていうの、うん、ファッションの DNA っていうのが違うんだね、やっぱり違います、意識の全然違うので ね、うん、おそらくね、うん、頑張る必要がないですが、うん、だって下着もそうだけど、あ、下の方もね、うん、裏地がないものが値段効果であろうとついてないもの多いもんね、透けて全然構わないでしょうみたいなね、はい、うん、でもそこら辺で透けて歩いてたらやべくねーみたいなねちょっとねで、こちらのね、ほんとほんと欧米の方は潔くてかっこいいですよ ね、新谷さんならできそう、うん、いやーやってみてもらえますか、なんかみんなでブーイングだったりしてね、うん、やめてーブーとか言って、実はもうやってますとか、はい、はい、うん、シンクはもういつだって見て見るようになったら見なさいよ、私はこうやって着たいのよとか言ってね、ですよね、ほんとに、はい、でこちらレッドペッパーの裾ロール風のデニムパンツが12,980円になっております、はいはい、またちょっとこれからデニムの感じです、うん、そうですね、いよいよデニムの春に向かってガシガシといきましょう、うん、ですね、でこちらのハイカットのスニーカーブーツが16,500円です、いいですね、昨日あの
モッチーライブでやってた新作の、はい、新作中の新作のこれの前が、うん、あの流れてるバージョン、はい、そのまま、うん、それもちょっとかっこそれめっちゃかっこいいので、うん、そちら合わせて、はい、ご覧ください、ね、ぜひぜひ、はい、昨日一昨日か、うん、ですね。一昨日か、うん、もうなんか毎日やってる感じがしてですね、はい、なんかわかんなくて、ね、そう頭がこんがらがってます。はい、新谷さんよろしくお願いします。はい、さらっと行くつもりは結構かもしれない、うん、ね、私が今度さらっと行かせていただきますね、うん、なんか久しぶりに見ていただくかもしれないんですけど、うんうん、ちょっとスナフキンかなみたいな感じですけど、歌舞伎の上下のどこですか、どこそういよって、あいやいやいや、でもなんかこれ今から着るのに、はい、そう思います。着てる全品なんですけど、はい、エターナルさんかな、うんうんうん、いやもうだってすごいね、可愛いんですよ。ここのリボンでちょっとアクセントつけるって感じなんですけど、はい、こんな感じでめっちゃくちゃ気に入って、これずっと愚痴のように言ってましたけど、納期が2ヶ月以上遅れて11月入ってきたのですよね、うん、なんとなくね、着る季節っていうか、はい、おすすめ今からなのに、ね、そうおすすめする時期がなんかなっていうので、まんまにね、なんか安くさせていただいてます。そうで、ちょっとね、あったかみあるので、うん、本当に今から着ていただくのにはぴったり、うんうん、でこうやってデニムオンデニム、うん、いい感じで、ね、あの、うん、着ていただいてもいいです。すごい可愛いのかな、うん、なんか春先こうやってブンブンブンってこのままでもいいし、はいはいはい、うん、早そうでしょう早いですよ、うん、なんか早いよねなんかいい感じです。そうね、なんかこうここのハイネックだけど、はい、うん、お襟に、はい、あのダンガリ入れて、うん、みたいなのでいいのかな、ね、その襟の高さがいいのね。ですね。はい、目いっぱい高いんです。ね。はい。いい感じに。中にシャツタイプのものを仕込むとすると、シャツタイプの大襟の高さ関係なく、こちらのね、カットソーの。ですね。うん、なんか襟が思いっきり高いので、一緒に楽しんでもらえると思います。うん、そうそう、いただける。この感じがなんかかっこいいんですよね。うん、ね、すんげえかっこいいです。こういうなんかノリの、はい、感じで。はい。で、これにですね、うん、はい、失礼します、カメラにこう姿を合わせるときってちょうどこういい具合に腰が下がっていつものそう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 、やっこさんケツ、やっこさんケツがナチュラルに見えるから不思議です。はい、それでですね、はい、春のお出かけは、ね、さあ皆さんちょっと注目です。もうこのどぎついほどのピンクがなんと普通に可愛くないですか。なんかこんな腹立つような喋り方してる人がたまにいるのよ。ほらほら、いないか、可愛くないですか、ね、いやいやね、めっちゃいいですよね、ね、この発色、うん、まあ、ブルーはとっとと売れちゃったんですけど、うん、そうそうそう、いやこれね、うん、単に売り場の活気づけに綺麗だから入れて、おそらくどうだろう、売れないよねって感じで、いやいやいや、この色はあの、でもこういう色、要するにこう元気づけとかね、うん、商品の店の構成上必要だよね的な感じで入れてるんだけど、はいはい、むしろ一番、一番ね、先に来てほしい、そんな感じの、一番ほらもう皆さんこんなん来ましょうみたいな、ね、うん、何色っていうのどぎつい感じなんだけどどぎつくないですね。全然可愛い感じで、うん、今年はもういいんじゃないですかっていう、うん、いいです。なんかめちゃくちゃ発色いいのにネオンほど目が痛くならないっていう。そうか、ネオンカラーか、ネオンなんだけど痛くないんですよね。なんでだろう、この色、うん、ねえ、いいピンク好きです。好きです、ありがとうございます、あの、ね、本当好きです、うん、ね、なんか感覚的にね、私も好きだったのよ、売り場に入ってきて、あ、オーダーした時に、はい、でも来たらね、うん、普通にめっちゃいいね、なんかだからすごいディスプレイをするだけのものとかじゃなくて、ね、そう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 いうこと、そういうこと、そういうこと、ふんふんって鼻歌で、うん、いや鼻歌でスキップね普通はできるんだけど、
シンクをスキップするとずっこけそうだ。2本目で走ってるみたいな。そうそうそう。普通にね、でもね、はい、でこのなんかこの点点点って折り返しの分がいつものごとくすごい可愛くて、うん、ね、うん、これ何色今ありました。青はすぐ売れて、青がなくて、黒と、うん、ピンクとベージュみたいな、うんうん、ちょっとだけ着てもらっていいですか。それぞれの色で着てもらってバッチリだと思うので、ただそのピンク極めておすすめですね。可愛いですよね、うん、うん、と黒はもう普通に可愛いでしたよ、うん、変わりやすい女心に沿った色かもしれない。これは2色ぐらいあって楽しんでもらえる。これはあ、これはこれで、あ、かっこいい。もうこれはもうね、鉄板じゃない、うん、うん、いいですよね、うん、ほら、これはね、これはもうかっこいい。やっぱりこれいいですね。なんかね、こっちの形が特に可愛げがあってね、うんうん、すごいお襟の具合が、うん、ね、いい感じなんですよ。ダンボールニットも例年春も秋もかなりやらせてもらってる素材で、皆さんお持ちの方多いと思いますが、やっぱり着丈とか襟の感じちょっとずつ変わっていくと新鮮さが変わります。すごい進化してますね、うん、このなんか薄さも、そう、薄さも毎回違うの、うん、うまい具合に進化してるんだと思って、そうすごいなって思いました、うん、はい、いやー、ね、いい感じよ、うん、裾からのそれ計算してるわけじゃないんだけど、出方もちょうどいいですね。そうなんですよ、なんかちょっとおしゃれ、うん、うん、そうなの、首元にチラッと出てね、裾にチラッと、うわこの人計算してる完璧みたいな、まぐれですみたいなねそうじゃないんです、たまたまです。これがコーディネートっていうものですね。でもこれいいですよね。これ本当気に入ってたの。今更ながらぐちぐちぐち。これなんかこの何でしたっけ、なんとかグレー、アイスグレーですね。ですね。はい。もうおしゃれですよ。春ですよ。うんうん、あ、春ですよ。皆さん。春ですよっていう、はい、はい、ここはみんな春ですよ、ね、頭がじゃないと、はい、楽しみきれませんね。可愛いですよね、この感じもまた可愛い、全然また雰囲気が変わる、ね、違いますよね、うんうん、いいじゃないですか、いろんな面が、ね、うん、生かされる、本当だ、可愛い、はい、そしてその難しそうな感じのベージュピンク。ピンクより難しそうなものってある、うん、これね、うん、ここのこれ意外とおしゃれにねまとまるんですよ、ここの、うん、ほら、ちょっと、うんうん、ね、これはなんか、うんうん、これでおしゃれ、うんうん、あ、ちょっと、うん、ちょっとね、これはいい感じで悪いやつになりますね。いい感じの悪いやつ、うん、そうこのね、なんかこれって黒と相性いいので、うん、割とこういう黒系とね、うん、いいんです、うん、とてもね、ここのこの色はね和みます、はい、馴染みます。後ろがちょうどなんかおしゃれじゃないですか、うんうん、そのお尻からの尻尾の出方が ね絶妙、なんかすごいおしゃれですよね。おしゃれおしゃれ、本当におしゃれ、わかんないけどおしゃれですよね。いや、おしゃれおしゃれ、うん、はい、皆さんこの尻尾出し効果を楽しむためにもこのね中のボーダー1枚おすすめです、ね、本当におすすめですよね、はい、なかなか、そうそう、だからあんまりわかんないんですけど、うん、後ろから見たらなんかすごくいい、すごくいい、ね、あの肩にニットをかけてる、そうです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 、うん、いい感じっていう感じです、はい、うん、これはどれもなんかすごい使っていただける、はい、これがこんな感じで、はい、ね、しかもね、嬉しいの価格価格ガビーン、こちらが21,780円、はい、税込み21,780円、はい、こんな可愛い、これ全色コンプリートしていただけますよね、はいはい、そうですね、はい、ね、全色買っても8万ちょい本当ですね、冬のコート1着分になりません、ビューテリー1着分にならない、本当本当、
月火水木までしかまだそれでもないですよ。ですね、金土日がないけど。金土日はまた違うバージョンで、うん。そうですね。遊びに行ってください。はい。で今着ているそれの色違いちょっと見せて。そうです、これが。これちょっと個人的に好き。この白の出方。そう、本当はね、これこんなペロペロってしたリボンになってるんですね。はい。こんな感じで、でもなんかこのちょっと可愛く結びたかったかなみたいな、うん。ああ、なるほど。ね、このオリボンっていう、うんうん。ね。すごいおしゃれなんです。これもこれですごくね。ね、ビロビロで着てても面白いですね。そう、あのもう着流しな感じでね、はい、そうですね、着ていただいても、そうですね、うん、多分面白いでしょ。これはこれで。オール黒で合わせていただいて、はい、白のスニーカーに白のこのロゴっていうので、綺麗です、綺麗にまとまるのかなと思います、はい、いや、とってもいいと思います。ね、いいですよね、はい、これがなんかお値段7なんとです。これもまた愚痴る。そう、26,180円が18,326円になっちゃいましたね。うん、本当にこれが11月に入ってきちゃったからもうね、泣きましたよ。ねえ、うん、でもこれから着るのに最高。ね、本当にいいと思いますよ、はい、ちょっとあったかみがあるので。いやいや、本当です、本当ですよ、ね、こういうシャツだったり、うん、カットソーロンティーだったりするのに、うん、着ていただくにはぴったりだと思います。リブニットなんかでね、中を小さくフィットさせて、これパフォンって着てても綺麗ですね。そう、本当にそうですね、うん、ピタピタ、はい、だから着痩せ効果みたいなのにもなると思います。はい、本当にいいです、本当にいいです。あれですね、デニム、はい、これはちょっとカットオフのやつですね、はい、そうですね、このデニムね、そう、また鋭いとこ見ていただいてますね。何ですか、何？ダンガリー&デニムの組み合わせがいい感じって。ああ、ありがとうございます。うん、なんかダンガリーってこう画面越しに言う前に分かってもらえる。そう、デニムはデニムで今年もちょっといけるんじゃないかな。はい、で太いも細いもパンツ、はい、デニム、うんうん、いや、いい、いい、かっこいいです。で、こちらのレッドペッパーのデニムが12,980円、はい、12,980円ですね、はい、すごくなんか足が細く見える方になっているので、うん、かっこいい、かっこいい、これもこれでおすすめだと思います、はいはい、そしてなんか足元白のスニーカーが突然またいいじゃんって思い始めました。ちょっと消えてましたけど、ね、うんうん、やっぱりね、これからのこの時期、うん、はい、ちょっと肌が出ながらのスニーカーっていうのがちょっとなんか可愛いのかなっていう、ながらのーって感じですね、ですね、はい、このなんかこの辺の、うん、この辺具合がね、そうちょっといいのかしらっていう、そうチラッとそこにハートとか書いてたら殴りたくなりますけどね、チラッと出るところにね、自分でこう乾いたハートで、そうそうそうありそうでないですよ、うん、あ、そう、はい、よかった、はい、安心っていうことで、はい、以上です、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、お願いいたします。よいよ、お、そろそろ危なくなってくるかな、あ危なし、いや、なんせ一発目がことき君らしからぬまとまりだったから、らしいっていうのはまとまらないっていうことね、うん、そうそこら辺の勘は鋭い、読みは確かだ、気づいちゃった、うん、気づいちゃった、気づかなかったらよかったのに、うん、なんか最近返しがなかなかタイムリーよ、あ、タイムリーですね、うん、鋭いシーンですよ、うん、返しが早くなってきた前はハートが頭の上に3つぐらいいつもこうくっついてたけどねそんな可愛い感じ、そう、はい、はい、2本目はこちらですね、はい、受けてる、そこに入っちゃった3つ3つで足りないもうちょい、そう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 、はいはいはい、そう、このマレーラのストール、はいはい、これが綺麗ですね、やっぱり、はい、シルク100の、うん、そう、こちらが、うん、まあメインちゃメインに なってしまうんですけど、うん、この中の、うん、このチュニックがまた良くて、ね、綺麗ね、これもセミクチュール、これもセミクチュールですね、はい、はい、そう、これ
あ、これも袖がね、綺麗に広がってる。綺麗に広がってて、うん、自然に広がってて、で、はい、なんかこのたっぷり感、このちょっとしたスリットの感じがあんまり重しくならなくて、うんうん、それがまた良くて、うん、で、これあのレーヨンとポリエステル、うん、レーヨンが70の感じなんですけど、うん、またこのニットなんですけど、この感じだとあんまり、うん、なんて言うんでしょう、秋冬のすごいあったかあったかっていうよりかは、うんうん、はいはい、なんかこれから使っていただける、ね、そんな生地感なので、あったかい感じなんだけど少しひんやり感もあってね。そうなんです、うん、そうなんです、ニットのあったかさを持ちつつも、はい、でもなんかひんやり感って言ったらあれですけどYK さんが、ことき君解説もとても滑らかで今日のライブ初めから感心してました。ありがとうございますね。スーパーハイセンスな方にこうやって、ね、もらうと嬉しいですね。はい。ありがとうございます。はい、で、同じ生地の形違いがあるんですけど、これでまずちょっと生地感見てもらおうかなと思って。はい。そう、こういう、うん、まあ目の詰まった生地で、うん、かなり伸縮も、まあ、割といい感じになってて、ね、はい、独特の編み地ですね。なんかしとっともっちりみたいな、うん、面白い生地感なんですけど、うん、イタリア系のブランドはこの編み地得意なんだけど、日本のメーカーさんはほとんどやらないの ね、あんまり見ないですね、うん、もしかしたらあるかもしれないけど目につかない、うん、っていうか、これいいから作ったらいかがですかって提案してもなかなか、うん、どのメーカーも作らない、うん、この糸自体、編み地そのものをね、うん、だから一般的に日本の国内には馴染みが良くない素材かもしれないんだけど、うん、好きな人は好き、当たり前だけどね、綺麗そうですね、うん、で、この生地で、はい、の編み地でね、うん、お袖の感じが、キリッパっていうかね、そう、切りっぱな感じ、編みっぱね、編みっぱ、うん、編みっぱなしっていう感じ、まあ、しつけをしてないで、はい、それとはまたちょっと違うんですよ、うんうん、そうだね、こうやってちょっとくるくるくるって、はい、自然にこの丸まる感じ、はいはい、で、この丸まった感じもなんか放置してるように見えたら嫌なんですけど、うん、なんかしっかりと、うんうん、あ、これちゃんと狙ってやってるんだなって、当たり前なんですけど、そういう見え方してるのもまたよくて、うん、で、ちょっとこの横もこうやってちょっとだけスリット入れてる感じは、また、うん、ほんと細かいところだったりするんですけど、うん、なんかニットでも重たく見えない、ね、うん、この袖の作りがやっぱりちょっとエレガントだよね、ですね、シンプルに、うん、しながらシャキーンと、すっごい女性らしい、うん、で、この赤色もまた良くて、うん、なんて言うんでしょうね、ちょっとシワカっぽい感じになるのかな、うんうん、でもなんか、うん、なんでしょうね、結構赤なんて着るの苦手っていう方でも、なんか着れそうな赤な感じはしますね、まあ、それは個人差ありますけど、うんうん、あ、ちょっと今ベルトしてるので外して、うん、丈感、うん、見ていただいて、いや、綺麗綺麗、場合によってはもうワンピースで着ていただける方もいらっしゃると思う、そうですね、うん、ちょっと小柄な方だったら、うん、あのスリットも本当3、4センチくらいしかないので、うん、いやいや、これ着丈見てみて、80あったらもう普通の人が少しのミニ丈でワンピースで着ていただける、うん、背中から80あるか、うん、80あると思う、あ、81、そしたら、まあ、特に冬はタイツという最強の武器がありますから、うん、少し140、160デニールぐらいのタイツを履かれたら、うん、全くこう膝の位置が消えますから、
これはあのワンピースで着ていただいていいんじゃないかと思います。ブラウジング特殊しないで、そのまま着っぱなしでね、このままで、うんうん、で横のスリットもたった4センチくらいしかないです、うん、全然平気です、全然平気です。あとワンピで着れる方は着ていただける感じですね、うん、むしろワンピースで着てもらうと、これは個人的なね意見ですけど、すっごいいいと思う、はい、そうですね、はい、ただちょっとマネキンだとさすがにやばいので、はい、そう、ちょっとこうやって中に、はい、うん、あのオリジナルのペンシルタイトを挟み込んでますね、はいはい、一般的にはそういう着方になると、一般的にっていうかね、うん、まあはい、とかまあちょっとスキニーのパンツとかで、はい、でまあタイツ履いてますけど、まあロングブーツで今だと、うん、このまんま綺麗、そう、このまんま綺麗なんですよね、うん、すごい綺麗です。でまあ綺麗なハイネックです、はい、ちょっと今折り返しで使ってますけど、うん、まあこのくらいの長さあるので、うんうんうん、そう、この首の反り方もとっても綺麗なんですよね、うんうん、であとがこのちょっとボートネックみたいな、うん、はい、はい、このニットがまたねちょっといいのよ、横のそのねつまみ込み着ると綺麗ですよ、これ、うん、ここを一つ一つ、はい、つまんでそこにねシャーリングをかけてるんですね、編み地をね、わかりますかね、はい、そう、ここを、はい、ウエストこれ両方 ねシャーリング入ってるんで、着た時に綺麗に女性のボディラインがいきます、ね、でこっちもまたちょっとポワンとなったところを、はいはい、あのリブで寄せてる感じですね、そうですね、はい、これまた良かったりするので、はい、まあ、今回はこのチュニックなんですけれども、うんうん、すごい綺麗です。そう、こんな感じに、はい、ちょっとこのマレーラの、はい、このストールが、まあ、なくてもいいんだけど、なんか差し込みで綺麗だったら使いたかった、うんうんうん、今 YouTube とかインスタでこのストールとかマフラーいろんな結び方してて、うん、面白いけど、はい、まあ、いろんな結び方で楽しんでもらえるとそれはそれでいいと思いますけど、うん、あくまでも基本は柄だったり色だったり、そうです、ね、素材感だと思うので、こっちか、はい、そこがやっぱりいいものが一番いいです。使い方の工夫とかを楽しんでもらうっていうのはとてもまた別の意味でね、うん、ね、はい、いや別の意味で別の意味でのファッションなんだけど、いやまた理屈っぽくなるなと自分で思った急に止まったから、うん、大丈夫だよ、あの脳梗塞じゃないからその心配してないよ、あ、そう、なんでしろよ、うん、そう、まあこうやって進行を受けハートが5つついちゃうよ、ついちゃいますね、まあ正方形のストールなんで、はい、ちょっとこうやって三角に、うん、まあ、ちっこくまとめて可愛いんですけど、うん、なんか、まあ、最初に見せてた感じは、うん、この正方形でもどうやったら長く使えるかなって思って、うん、いろいろやってるんですね、そう、いろいろ、はい、僕ストールで遊ぶの好きなんで、うんうん、そう、今ちょうどこねくり回すのがどうこうっていう話してたけど、うん、僕は好きなのでやってるっていう、うん、今度は自分をモデルにしてやってみたらいいよ、あ、そうですか、うん、男の人でもほら、あ、でも結構最近ね、多いよね、あ、やってる、うん、勝手に遊んでる、あ、うん、あ、それは大事だよ、そう、うん、で、お客さんが来て照れる、あ、いやいやいや、もういいよ、どっちにしてもね、こういうお店に、ね、男性がいるのはそもそも、あ、そもそも、うん、そう、まあ、変なんだから、そうそう、正方形なので、はい、まあ、対角線取ると、はい、こうやって綺麗に三角形になるので、はいはい、まあ、普通に、はい、こうやって、うん、こう、いい感じじゃん、うん、そうやった方が分かりやすいね、そう巻いていただくと、うん、まあ、こうやってちょっとコンパクトに使えて、うん、まあ、良かったりするんですけど、はいはい、これをじゃあちょっとこの柄雪が好きだから長めにも使ってみたいって思った時に、うんうん、ちょっとこの端っちょだけ三角のところをちょっと結んでみて、はいはい、
でこうやって、はい、まあ同じクワッカ作るんですけど、うんうん、今度はここで回して、うん、この穴にちょっとまあ引っ掛けて、うん、まあ反対側に回してあげると、なるほど、正方形のストールって短くしか使えないかなって思ってたんですけど、うん、こうやったらちょっと長く使えてまたいいんじゃないかなって思って、うんうん、でそうすると今度ここ、うんうん、縁のラインが生きるので、うん、これを自然に下に降りるように使ってあげると、うんうん、ここが生きるかなって思って、なるほど、でまあ、歩いてる時にファンファンってちょっと動いちゃうので、うんうん、まあ、このまんまでもある程度大丈夫なんですけど、うん、こういうパールとかで押さえてあげると、はいはい、また、うん、良いのではなかろうかという、うん、そういう感じですね、うんうんうん、押さえなくていい感じだね、まあ、押さえなくてもいいと思うんですけど、うんうんうん、でも確かにこれを鏡の前で巻いたりひねったりしてると、うん、ニコニコしてなんかやべえって感じですよね確かにみたいな、うん、そう、うん、でそういう時に限って、うん、あタグ引っかかって取れないとか言ってね違うんです違うんですってわけわかんない、そうそうそう決して僕がやってるわけじゃありませんってあなたがやってなくて誰がやってるの大丈夫よ、あなた似合ってるわよ。話になって、うんうん、いいじゃん。やば。やばい。やばいって。やばい。この服でその色は持ってこられてるのはやば。やばいか。うん、どうせだったら無地系とかもうちょっと渋い色でやってる。いつものネイビーとかだったら綺麗かな。うん。まあその感じで。はい、うん。まあ、せっかくだったらストールの結び方もいろいろ研究して、ワンパじゃなくてこういう使い方もあります。それをね、あのブラウスみたいにしたりとか、今いろいろ結んでかぶってひねってひっくり返してと、ひっくり返してとか、そう一回ライブでやったことありますけど、あの時大変だったですね、割とそう見てて腹立つからね、手つけるでも楽しんだな、うん、いやいや楽しいって、それはもう単純に楽しいんだけど、 それを面にするねみたいな、ああそういうことです、うん、まあ今回はこのチュニックが本題なので、はい、うん、さらっとあれなんですけど、ね、あの、うん、なかなか細身っていうか割と細身のチュニックってお求めとか探してらっしゃる方もこのところずっと多いので、そういう意味では一つ、うん、あのこのニットそのものおすすめです。そう、これ本当にいいんですよ、はい、でも素敵、とてもお利口さんっていうか清潔感があって知的なセンスを感じる、ね、なんかすごい品よくまとまったんじゃないかなって思いますね、うん、そうだね、うん、アッパラパーはこういう格好しない私を見ましたねみたいな。そうそうそう。おかしくない？ギョイ。ギョイ。ギョイ。はい。でまあ羽織はまあ何でもいいとは思うんですけど、この作りしてたらちょっとまあここの黒の重みがあるので、はい、ちょっと黒っぽい感じで締めると、今度この赤とこのストールがまた、うん、あいいじゃない？際立っていいのかなって思います。うん、あの扱いの軽かったダウンのコートね。そうダウンですよこれ、はい、とても扱いを軽くしてましたね。こうやってちょっと内側にダウンが入って、うん、割と本当薄い生地なんですけど、うん、なんかこれからいいなって思って、うん、これも納期が遅くて入ってきた時にはもう進めるポイントっていうのが、あライナー代わりになります、ライナー代わりになります、実際これが1枚のコートであるということをなかなかこう押していなかったんですけれど、これからの時期には最高のスプリングコートですですね、はい、そうこの薄さであれ掘り中綿じゃなくてちゃんとダウンなんです、ダウンなんです背中の方と袖裏と
ダウンがしっかり入ってます。そうここうん、これスプリングコートに最高でいいですよね、はい、でこの生地感だと風通さないので、うん、はい、ウィンドブレーカーで、はい、あったかい、はい、ダウン80、フェザー20、はい、十分です、はい、十分に入ってます。してるので、うん、とても使いやすいと思う、うん、であの範囲狭めてあげると、うんうん、むしろ、うん、あのここの色が綺麗に際立つんじゃないかなっていう提案ですね、はいはい、うん、ちょっとこの場合だとスカーフが遊びすぎかもしれませんけどね。あ、うんうん、あ長さがね長く使える、はい、あ長さ、うんうん、まあこれも好き好きなのでこういう使い方も一ついかがでしょうかという提案ですね、うん、ですね、はい、まあそんな感じですね、うん、はい、はい、ありがとうございます。はい、ちょっとお値段いきますね、はい、こちらの、はい、ダウン、あ、着てます、とてもいいです、ありがとうございます。あ、使えますよね、うん、ありがとうございます、ね、本当にこれいいんですよね。そう、本当今いい感じ、うん、こちらが 24,200円、はい、が 16,940円になっております。ごめんなさい、安くしてしまいました。買っていただいた時はあれだと思いますけど、あ、はい、そっか、うん、でこちらマレーラの、うん、これシルク100ですね、はい、綺麗ですね、はい、ツヤ感と、はい、こちらが22,000円になります、はい、22,000円、典型的な昔から言う藤絹っていう加工、うん、あの生地ですね、シルク100の、はい、でこちら、はい、こちらはレーオン地のレーオンポリエステルのニットですね、うん、セミクチュール、うん、はい、こちらが 39,600円が 27,720円になっております。はい、27,700円、割とあの細身っていうかすっきりした感じのロングチュニックです。あの、うん、場合によってはこれをそのまま今ブラウジングしてますけれど、うん、着流していただいて素敵ですし、ですね、はい、また場合によっては厚手のタイツとか白前提になると思いますが、ワンピースで着ていただいてもとってもチャーミングかなと思います、うん、これだと60年代のツイッギースタイルのワンピース、そんな感じにもなって少しクラシックな感じと新しいモード感、うん、両方楽しんでもらえるあの一着かなと思いますですね、はい、で割と身幅は少し余裕ある感じで、はい、うんうん、割とね、でもなんか縦のラインがあるので、うん、はい、そんななんか大きく見えない。いやいや全然大きく見えないんです。それがポイントです。そういう膨らまない生地になってます。うん、ポップな感じですね。うん、でこちらのオリジナルのペンシルタイト、はい、こちらが、はい、値段がどっか行ってしまったけど、うん、19,800円、はい、はい、そうですですね、はい、はい、3色ボルドーと、ブラウン黒で3サイズ、もう3サイズなくなってきたかな、ね、基本36、38、40で55丈と70丈、2丈でやっておりますですね、はい、ただちょっとサイズ掛け色掛けがしてております、はい、お色で言うと、はい、あの生地は全く一緒です、はいはい、こちらのブラウンと、はい、このボルドの3色ですね、はい、こちらはシマークオリジナル唯一無二、うん、どこを探しても残念ながらシマークしかありません、ね、デザインもそうです、うん、思いっきりのタイト具合もそうです、うん、あとこちらの前後スリット相変わらずおすすめの一本、うん、一着になりますですね、前後スリット、はい、特に自由が丘だと超人気ですね、ね、相変わらずよく出ますね、はい、はい、うん、黒がほとんど切れてきましたので、また、うん、追加少しデザインを遊びながら変更しながら追加で作っていこうかなと考慮資料中でございますらしいです、はい、なので、はい、まあ、ちょっとなくなる前に、うん、追加があるにしても、うん、お早めにまず、うん、ちょっと今年履きたいってなったら、うんうん、いやいや、もうタイトのペンシルタイトって貴重ですよね、今。
ないからどこにもタイトの感じなかなか結構腰からポンみたいな、うん、っていうかタイトのミニとかまずどこにもないの、うん、ミニでもないんだけどまあちょっとミニかな55だとね、うん、ないっていうことにおいての価値は高いし、うん、まあ女らしさの典型原型ですねこれね、はい、おすすめです、はい、あとそのバッグなんだかんだ人気だっていいじゃんねえ、うん、このキャンバスで大きくて、はい、しなやか、はい、しかもおしゃれで、おしゃれで、しかも値段もおしゃれ、値段もおしゃれ、はい、そうこちら値段が9900円になっております、はい、これは悪いけどおしゃれ人気なわけだよ、うん、この感じになっても可愛いですね、はい、っていうかおしゃれねこれね単純にねいいですよね、はい、うん、いいバランスのバッグですおすすめで、うん、でこのねあのしばらくこれ、うん、忘れてたんだけど忘れてた、うん、このダウン薄手のこのダウンこれから絶対再重宝しますね。いやこれはいいですよ、うん、本日もしかして個人的には一押しそのダウン、まあいいんですけど、うん、っていうかあの、うん、いいと思うもんだって実需リアルにもう戦闘モードに入れる一枚ですね。気楽だものカーディガンとかちょっと考える着るっていうよりはこれ一枚パーンって羽織るだけで完成ね。綺麗ですしね、はい、あったかいし、うん、お寝頃、うん、ね、良い、うん、お寝頃すぎるけど、こっちの値段も言うだけ、うん、結構素敵です。こちらのニット、うん、こちらの方が、うん、31,900円が22,330円になっております、うん。これは先ほどのロールアップ系のデニムとかバチバチのね、あのバツバツのこうダメージデニムとかで。うん、合わせてもらうとこの女らしさがちょっとかっこよく活かせるような気がしますね。はい、はい、おすすめです。はい、じゃあそんな感じで新谷さんよろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、新谷コーデここに極まれり、はい、ある意味変とか思いつつでも変じゃない、お店の中をね、さっき平泳ぎして泳いでましたよ、この空間を。いよいよ空中浮遊始めたっていう。なんとなくこれって、はい、マーク・ケインさんの上着なんですけど、かっこいいじゃない。なんかは分かんないんですけど、うん、このお襟で、うん、これを着たくて、うんうん、そしてこの、うん、この間入ったパンツ今売り出し中、この胸のスリットってわけじゃないんだけど、秋とパンツのこの秋、この秋な具合を、秋と秋を上下で楽しむ、そう、なんかこうかっこつけて楽しみたかったかなって思いました、うん、はい、ね、うん、後ろはね全然下 のブラウスの方が出てるんですけど、うんうん、でもそれも勢いでいやいやいや、もういやいや、もうこれだからいいと思う。収まると少しねバランスが悪い、はい、逆にね、うん、あですよね、うん、なんかもう勢いでちょっと、いやいやいや、もうねスーパーかっこいいと思いますよ。かっこいいですよね。ハイセンス、なんかわかんないけどこういう着方をしたいというか、はい、もう普通に、はい、新コーデだとちょっと悪いやつになるし、その悪いやつがかっこいいんだけど、はい、良い子の皆さん普通に着ていただくと普通に素敵ですね。そうですよ、良い子の皆さん良い子なんですけど、はい、ちょっと悪い子の感じだからね、腰履きしたいからこのパンツも下げちゃう。これはこのままでね、良かった、ほっとした。そう、この感じがねすごいかっこいいので、うんうん、あ、良かった。そう、本当にでもなんかこの白い、うん、ちょっと白いマレラのこのバッグ、はい、バッグね、でスニーカーでっていう、はい、うん、あえてこのカッチリっぽいバッグだけど、はい、うん、スニーカーで崩すみたいな、うんうんうん、なんだかいいのかな。あとこの袖のタフット感、そうです、タフット感がこのブラウスとこのパンツのふわっ
なんかね、オープンっていう感じをね、ここのところでタフッとオープン、うん、全体にかなりレベル自由が丘の悪かっこいいって本当悪いっすよね半端じゃないっすよねかっこいいって言ってくださいあ、そうかそうかよかった、成田空港で何人かに抱えられてそうそう、出てきてる女性じゃないですよ違いますよ、うんそうでもね、うん、なんかそのねそう、いい子なのに悪なのねいい子なのに、本当にいい子なんですよ、うん、ファッション悪ねそう、はい、やっぱりこう、着こなしたいっていうね、気持ち、ね、心をここに寄せていくっていう感じですねだからやっぱり悪なんだこれね、だって本当はこのブラウスって、はい、ちょっと、はい、脱ぐとまたちょっとあれなんで、うんはい、するけど、はい、ほら、こういうね、ね何を土地狂ったかなんか可愛いってなんか可愛いですねそう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 これで着ててもねなんか最初許せないと思ったんだけど可愛い意外と可愛いかもですねそうそうそう両手を広げてごらんってねさっきねほらほらはいバタバタやってごらんはい飛べる飛べるみたいなあの志村けんかなそうそうそうその感じに白スニーカー&白バッグを持ってくるなんて憎いなんかね、うん2回読んだった俺でも意外とこれ可愛いすごくいいですかもしれないですね、はいはい、あなんかそのまんまいいですね、うん、いやいやこのまんまいいですよね、うん、意外と別に普通に、はい、良いですね、うん、この甘い可愛いのがこれですごいそ、うんうん、それでなんとなくこう自由が丘の駅までムーンウォークかなんかしていくとかなんとなくなんとなく感覚ねイメージねあでも綺麗綺麗すっごい綺麗、ねはい、この秋がやっぱりかっこいいんですよねそうなのそうなのうね皆さんに見ていただきたいのはこの肩の羽の遊びも楽しいんですけどこの胸 の, この秋がね絶妙ですかっこいいってなかなかないんですよねそういやらしくないんですねそうそうなんです全然はいで開かないお見せしたくて、はい、この秋秋のバランス見てくださいねこのパンツと合わせてるね、ブラウスの秋をねすごい好きでちょっとね憎いですね、うん、ねなんか、はい、普通に意外とこのパンツもすごい形かっこいいので、はい、そうなのそうなの、ね、はいいいと思います、はい、この感じで、はい、で先ほどのマーク・ケインのジャケットをもう一回羽織ってみますブラウスは実はね天使の羽がついてますそうでもね本当、うん、意外とこれいいですねこの、はい、この雰囲気で、うんこのねジャケットのダフォット感がかっこいいんですよ ね, なんか襟がちょっとシャキッてしてるしねテロッとした素材なんだけど、うん、ちゃんと襟が生きててでこう袖口でカフスを広く大きく取ってることで袖口もシャキッとしてるんですよ ね, ですね、はい、でこの素材感がいいねそうテロッとならないねこの全体の雰囲気マジでかっこいいです、かっこいいですね、うん、とてもかっこいいですっていうことです、はいはい、コメントがフリーズしてるけどすいませんいやでもかっこいいですはいということで、うん、こちらの、はい、これはなんだっけなこれかっこいいっすよでも、うん、これジャケット贅沢だけどカーディガン代わりの感覚で何に羽織ってもいいですね意外とジャケットっていうより、はいうん、そうなんかちょっと羽織物、はい、硬くはないんですよ、うん、全然柔らかいんですね、このなんかこうなんていうのかな、はい、カジュアルっぽい感じ、はい、でもきっちりすればきっちり着ていただけるっていうところがまた、はい、これタイトスカートとかで合わせていただくとすごくかっちりするワンピースの上とかね、うん、すごいで、こちらの方が7万ジャケットの方が7万1500円が、はい、7万1500円が5万と50円なんで5万と50円このジャケット個人的にスーパーおすすめ、はい、ですね、うん、すごい生地もやっぱりここの黒もかっこいいしあのね、うん、羽織ってるだけでもうかっこいいんですよこれ形になってるね本当に、うん、便利ですよね、うん、かといってカチッとしてないじゃない、はい、ねいい意味できちんとテロッとしたいと思います。そう、あ、そうです、そうです。そこなんですよね。はい。そこなんです。はい。きちんとテロッとしている。うん、すごいかっこいいです。で、こちらのブラウスの方が、はいはい、フライガールさんで、
23,100円が16,170円、はい、こちらサテンのブラウス、あの天使の羽がついてるサテンのブラウス23,100円が17,000円、16,170円ですね、ちょっとおすすめです。そして下のパンツ、パンツの方が春物の、はい、12,980円、はい、でもね、あの最初お手頃ですね、ね、お手頃で色がいっぱい展開があるっていうのね、はい、そうですね、まあ、お持ち様ね、はい、描いていただいたりするんですけど、はい、まあ、これ王道なんですけど、なんかね、意外といいな、はい、あの秋冬も大好評でね、すごいですね、うん、あの皆さんに買っていただいてるんですけど、うん、秋冬より今回丈が丈感がね、はい、若干短くて、そうです、2センチほど短くなりました、うん、このね、なんか足の見え具合がまた全然違う感じ、はい、ね、うん、がすごく綺麗なのかな、うん、うん、でこれちょっとあの38で、はい、この辺ゆたっと履いてみてるんですけど、はい、パンツのサイズ、ひろみさん確か5号から7号ぐらいでいらっしゃったと思うんだけど、これ36、38、40あって、42までくる、ね、あ、42までやってますね、あの36で間違いなく大丈夫だと思います、はい、36、私が今38 で、 ですもん、ね、このちょっとだけのゆとりで、うん、36履いてみたんですけど、はい、割ともうちょっとこのこんな感じのぴったり感、はい、こんな雰囲気ですね、うんうん、はい、ピタって、はい、あのごめんなさい失礼、はい、ヒップ、新谷さんいくつぐらいありますか、ヒップマン、いくつでしたっけ、90、いや知らない知らない、そんなある、90ほど な、 ないでしょう、86ぐらいじゃない、86ぐらいですかね、ちょっとメジャーで測ってみて、これのヒップを測ればいいの、うん、違う違う、いや、新谷さんのヒップを測った方が分かりやすいよ、はい、サイズ感って分かるから、はい、この柔らかさだと履いた時の感じでピチピチでサイズ合わせるとかなりいやらしくなっちゃうからうん、その辺ヒップってトップのところ忘れるヒップってどこだっけ84か5ぐらいじゃないと思う、今これ 88?90 近くありますよ、本当にすごいお尻ちっちゃく見えるけど、はい、もういい、うん、はい、はい、86、7、8ってところ、ね、そのあたりですね、うん、その感じでね、あ、ごめんなさい、ちょっといいですか、少しだけ、うん、この感じで、のヒップ今88あるって言うけど、私のキャリア40年の目で見ると86ぐらいなんですね。あ、本当ですか、うんうん、まあ今あれ、いろいろブラスとかちょっとかさばってあれだったんで、うん、仮にそうそう、ヒップが82、3ぐらいでいらっしゃる、80以内だと、70代でヒップ周りだと36でも少し、たぐむ感じ強いですけど、82、3終わりであれば36で大丈夫です、うん、全然楽で大丈夫だと思います、はい、ね、うん、勝手にあのひろみさんのサイズを想像しちゃいけないんだけどいやでも36で、ね、うん、そう、大丈夫だと思います、この間あのほらセミクチュールのニット2枚買っていただいた方、はい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 、私はお会いしてないんだけど、はい、あ、華奢な方っておっしゃってた、ね、あの方ですか、はいはい、36でウエストが若干これゆったりめかなっていう、うん、ヒップはもう全然、うん、ね、ちょっとゆったりめで履いていただけると思います、はい、そうですね、うん、まあ、もしよかったらぜひね、あの、ね、またぜひ、ね、うん、お店来ていただければね、うん、新しいものも入ってるので、はいはい、ガンガン入ってますから、ぜひぜひ、先だってのあのニットの、うん、マーク・ケインのタイトスカートもね、そうですね、おそらく履いていただくと、うん、ね、ドピッタリだと思うので、ね、はい、はい、すいません、はい、なんかこういうやり取りしてるだけでも勝手にイメージが湧いてきて楽しくなっちゃってす,、ね、すいません、余計なことまで話しちゃってはいですね、うん、っていうことで、はい、ありがとうございます、あ、そのパンツのお色違いちょっと、すいません、もう模様もうへたってますね、ありがとうございます、こちらがこちらこそいろいろ聞いてもらうのはね、嬉しいことなので、ね、嬉しいです、本当に遠慮なくどんどん聞いてください、黄色とグリーン、グリーンがちょっとね、うん、優しいグリーンになってます、うん、はい、
としてはいアイスグレーですね。アイスグレー、はい、うん、今回は色物が、うん、38それとグレーが2サイズって言ってたかな、アイスグレーが。これも一応2サイズ2サイズずつ入ってました。はい、はい、で黒が4サイズ4サイズ入れていますので、はい、はい、いろいろお試しいただければと思いま す、この黄色も可愛いですよ。うん、とにかく綺麗なの、うん、ね、優しく綺麗な、うん、そう綺麗なの感じになってますね。そんな色履けないじゃなくて普通に履いていただくとね、普通です、普通です、はい、いいと思います。はい、ということです。はい、はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、失礼いたします。はい、はい、じゃあ次はどれでしょう。あ、今日入ったやつ、なぜか今日のライブに間に合ってっていう感じで何の告知もなく、はい、ライブの1時間ちょい前くらいに入った、うんうん、はい、来ちゃった。おお、なんか今ニューヨーク行ったらこういう感じのかっこいい人が双方あたりをたむろってそうね。そう行ったこともない、妄想でしか語れない寂しい寂しいパッションさんです。イタリアなんかもう100回ぐらい行ってる気分そう、行ってないけど、はい、行ったことない。アメリカもそう、ニューヨーク、サンフランシスコ、ロサンゼルス、あ、いいですね。特にニューヨークは双方地区の方にもう20回ぐらい行ってる感じ。あ、感じだけね。はい、そんな一回も行ったことないですでも間違いなくそういうかっこいい、より都会的な人たちがこういう格好をしてそこら辺を颯爽と歩いてる感じで、ね、歩いてますかね、うん、はい、みたいなコーディネートですね、はい、でそんな感じ、そんなコーディネート僕意識してないですけど本当ですか。そう、はい、あのこのパンツはあの前回、はい、前々回か、うん、新谷さんに履いていただいて、うん、すごい良かったパンツなんですけど、はい、ね、これいいよね。このね、うん、なんかこのボリューム感で、うん、なんか割と楽に履けるんだけど、うん、このラインのおかげでなんか足がスッと見えてる、はい、そんなパンツなんですけど、うん、トップス、うん、本日入りましたね。入りましたね、はい、さっき袋から出したばっかりで、うん、いつも島くはあの袋から出してる出す時はどんなにあの 新作で全部新作なんですけど、うん、もう昨日の今日出してもらったやつでもこういう折りじわが嫌なので、うん、アイロンかけて売り場には出しているんですけど、うん、まあそれらをひっくるめて若干折りじわが見えたらすいません、すいません、はい、かける時間がなかったと、ね、はい、本当ライブの直前に来たので、うん、ね、かっこいいね、はい、はい、でこのちらっと見えてるこのヒョウ柄は何なのだろうっていうやつなんですけれども、はい、うん、このオレンジのね、はい、ドロストとかすごい綺麗なんですけど、うん、これ注目は、ね、はい、背中なんですね。え、何、まだ見てない、私は見てない。そう、パッションさんもね全然見てないんですよ。そう、勝手にコーディネートしてる、はい、背中が何かある、あっちゃー、ほんとだー、あいやーほんとだやー、すごい、しかもジャガーが2匹、そう、2匹重なってる、それは親子だろうか恋人同士だろうか。ああ、恋人かな、うん、でこのフードにもなんかいるんですよね。うわお、片側ですけど、うん、これは単純にいるっていう感じですね。そう、こっちにはいるっていう感じなんですけど、はい、もう片方が無事なんですよね、はい、そう、これ、はい、なんかイケメンなんです。なるほど、うわー、いい表情してるね。そう、いい表情してるんですよ、うん、もっと近づいちゃう、うわお、そう、もうこれ着たらもう飾るしかない、はい、そういうことか。うわー、綺麗なプリント、うん、しかもちょっと待って、あ、違うか、そう、浮いてる人に見えるんですけど、ね、浮いてる感じでした今。そう、そういう色使い、黒い、そう、オニキスみたいなさ感じの、ね、乗っかってんのかと思った、はい、
真っ黒の下にちょっとあのカーキの、はい、うん、ね、あの影みたいなちょっとずらしてプリントしてるので、はい、立体的に見えます。浮き上がって見えますね。あの石を本当にお肉と張ってるような感じでね、え、乗っけてたらすごかったですけど、はい、うん、まあそしたら着心地もちょっとあれだと思いますけど、うんうん、そう見える、うん、うわすごい、これすごい、すっごいですよね。しつこいけど、なるほど、綺麗に立体感が出てます。そうなんですよ、なんかこの色使いも絶妙なんですよ、うん、また立体に見えるための、うんうん、で、そう、これ、うん、あのストールにもこんな感じでありましたけど、うん、どこを抽出したんだろうみたいな感じです、うん、マーク・ケインのスポーツの、うん、文字をすごい抽出して書いてるので、うん、もう何書いてあるのか分かんないんですけど、うん、まあ、分析しなくていいと思います。そうそうそう、感覚的なものね。この色の配置の仕方とかが、はいはい、なんか文字も文字って見えるよりか、うん、こうやってちょっとデザイン的な感じ見える方が楽しいなと思います、うん、でこれまた生地感がいいんですよね、うんうん、悪かろうわけがない、うん、値段もいいもの、値段もいいけどあの綿レーヨンポリウレタンなんですけど、はいはい、この生地感、はい、あの内側が、うん、なんスウェットジャージじゃないけどちょっとさらっと使っていただける感じで、うんうん、表面がちょっとピーチっぽい、はい、あったかみのある、うん、生地になってて、うん、単純に言うと気持ちよさそうな生地です。もう単純に言うとね、はい、分かりやすい、はい、で、あの例によって今回はなんかパーカーの内側なんかネット合ってますね、うん、この感じはちょっとかぶってみると気持ちいいのかもしれない、うん、それとあのパーカーの形をある程度保てるのでね、うん、そうですね、この生地感でも、うん、裏地を張ってる感じになります。横から見た時にちょっと、はい、綺麗に立体が取れますね、うん、いやすごいね、これ綺麗、すっごいんですよ、うん、あーすごい、背中かっこいい、かっこいいですよね、そう浮き上がって見えるね、すごいすごい、はあ、あらそう、誰にも見せないで自分だけ満足して着せてんの、うん、全然いやすごいんですよ、だからそうなのそうなの、だからさっきからね、あの石とか、うん、あんまり興味あるわけじゃないけど、オニキスとか、うん、ああいう感じのね、うん、こう貼り付けたような感じ、うん、ね、そういう感じに見えますけど、うん、これはもう、はい、紹介しなきゃね、うんうん、で、この間、前回ちょっと新谷さん来たんだけど、それでこの上着をセットアップで着せた感じも単純にめっちゃかっこよかったよ、うん、あとこの、うんうん、その上に着せてもいいんだよ、乱暴にとって、全然ね、えぐくない、このオレンジのブルゾンまたいいんだな、うん、このブルゾンとこのパンツいいですよね、うん、もうなんか本当部屋着に着てほしいぐらいでも本当にね、すごい綺麗ですよね、綺麗綺麗、すっごい綺麗なの、ね、うん、めっちゃ綺麗なので、前面に虎がいる、虎じゃないか、ヒョウがいるわけじゃなくて、うん、ちょっとここにレオパードが侵食してるくらいの感じなので、うん、なんかこの見え方もまた良くて、うん、こうやって上下で使っても派手派手しくなくてかっこよくて、うんうん、この感じで、うん、まあこのマレーラのバッグがちょうどいい感じの綺麗なオレンジだったので、うん、なんかこの大きさ感もまたいいんですよね、うん、バッグのなんか気軽に街歩く感じ、友達でちょっとさーってあの久しぶりに銀座でも行ってみようかとか、じゃあ銀座の資生堂パーラーねとか言ってさ、はい、そこであ分かったじゃあ何時ねっつってこんな感じでさって行っちゃったら、あべっくらこっからあんたなんてかっこいいのって言われるねえ、でもそんな感じで行きたいですよね、うんうん、でまあ、最強無敵にかっこいいよ、こういう格好で行ったらねえ、
いい場所ほど、いい場所であればあるほど、うんうん、だって最強でしょこれを普段着で、うん、さらっとね、うん、どう見てもいいものでしたね。いやいや、だってかっこいいもん、うん、そのまんま、うん、ニューヨークだよニューヨーク、はい、行かないけど、うん、はい、うん、素敵だと思います、ね、うん、マーク・ケイン尽くしですね、尽くしですね、はい、バッグはマレーラだよ、マレーラで、はい、でまあ、ちょっと今このジャケットで考えてなかったらもう一つ羽織物はできてたんですけど、うんうんうん、失礼しました、余計なこと言った、あ、いやいや、はい、こんな感じで当たり前にいいんですけど、うん、ちょっとこんな感じで段を取りつつ、うん、なんかこれかっこよくないみたいなピューテリー、ピューテリー、ほん本当に評判良かったです、ピューティリー、ピューティリーですけど、むちゃくちゃ評判良かった、あのピューティリー、全全体的に、ね、全部評判良かった。そう、これもラスト一着、うん、そう、このなんかカーキがまた、はい、なんかこのオレンジの、うん、なるほど、この発色になんかすごい綺麗に合うなって思って、うんうん、あんまり個人的にはカーキあんまり得意な色感ではないんですけど、うん、このオレンジの感じに合わせるとすごい映えるかなって、より生きるかな、うん、この内側の黒もそうですけど、うん、この感じも相まって、うんうん、かっこいい、そう、この感じがちょっとお見せしたかったんで、うんうんうん、素敵です、いかがでしょうかっていうところですね、はい、うん、贅沢すぎる普段着、でも普段着っていう言葉は変だけど、日常であればあるほど素敵にしてたい、そうですね、うん、普通に普通に、まあ例えば分かりやすい例で言うと、普通に都内に住んでて、うん、よそ行きとかいう部分のよそっていうのはどこだろうっていうと、もう住んでる周りがよそなんだよね、うん、ああそうですよね、そうなんですよね、うん、よそよそ、ね、そうそう、そうすると、そのよそっていう、例えば地方から見る東京のどことかいう部分では絶対ないから、うん、まあ、仮に都内に住んでたら、もう自分の周りは全部よそなんだよね。そうすると、そういう意味でのよそは、自分の周辺がもうよそなんだから、うんうん、やっぱりそこのところはきちんとおしゃれした方がいいのかなと思います。なるほど。うん、よそはないんです。普段しかないんです。そうですよね。そう、日常しかない。そうなんですよね、うん、っていう。なのでね。そうだそうだ。はい。確かに。パッション一言言っておきます。日常がそこにあるよそです。うん、っていうことは普段着がこそがよそなんです。うん。はい。なのでその部分だけは手抜かないでほしいなと思います。そういうことですね。はい。はい、大です、ね、でもかっこいい、はい、はい、まあこの感じだと防寒も兼ねられる、はい、うん、まあ、これがかっこいいんですけど、うんうん、もうちょっとまた明日から寒いみたいな、ね、うん、この感じの提案で今回はさせていただきます、うんうん、はい、かっこいいと思います、はい、はい、特にピューティーのこのコートもう目白にもありません、そう、ラスト1着ですね、このカーキいいなって今更ながら格言ですねいや本当本当確かにって思った今、うん、いや だって本当にそう思うの、はい、うん、よそはないよって、よそはない、うん、あなたの、そう、隣がよそですよ私の隣もよそですよ、うん、女性は特に外に家を一歩出たところがもうよそだから、そういう意味でよそ行きっていう言葉で分けるんじゃなくて、気持ちを切り替えられるといいなと思う。あ、すごいかっこいい、そうですよね、はい、まさしくそうですね、はい、気持ちを切り替える、はい、うん、家を出た瞬間がよそですからねっていう、うん、はい、はい、ありがとうございます。言葉に寄ってきました。あ、やばいですね、はい、やばいです、次行こう、はい、そうそう、もう喋らないように喋らないように気をつけてるんだけど、ついつい喋っちゃう、そんなバカな、うん、でも進行かっこいいね、あ、さあ見ていただきましょう、皆さんに、ね、
今日の。あ、値段言ってなかった。お値段いきますね。はい、こちらピューテリーの5と、はい、こちらは97,900円が、はい、97,900円が68,530円になっております。これはいいね。いいですよ、はい、特に今、うん、ね、今期 の, こあの今年の秋冬バージョンの発注も終わったんですけど、今年の秋冬バージョンは裾から出るこの黒がなくなりました。あら、でも、うん、あの今年の秋冬バージョン、うん、今年っていうのはあのまだ年を越したばっかりだけど、2023年秋冬コレクションは、はい、同じデザインパターンで色目がちょっと変わりますけど、うん、裾の黒の、このそうキルティングの部分の出がなくなりました。ここがなくなりますね、はい、個人的にはこっちのがかっこいいと思います、うん、ですね、はい、まあ色ね、よしあし好き好きはそれぞれ、まあ、ね、うん、まあ、ちょっとおすすめですということですね、はい、こちら、はい、この立体感とこのステッチでしっかりとフード持ってる感じがいいんですよね、はい、こちら中綿なので、はい、逆にもう本当に今、うん、なんかダウンだとちょっと暑いかもしれない、うん、これは暖かいんですけどね、うん、暑すぎる時にはこのくらいでいいのかもしれないです、はい、でこちらの、はい、本日入った、はい、マッケンのパーカー、はい、こちらのパーカーが47,000円になります。ああ、びっくりするほど高かないね。びっくりするほどではない。マーク系はたまにびっくりするんだもん。オーダーしといてね。オーダーするときは覚悟を決めるんだけど、もう気に入ったからって値段じゃないとか言ってね。そうそう、でいざ入ってくると、おお、高っとかね。高かったとかね。若干後悔するときがある。うん、わかる。ね、この背中がまたポイントですね、はい、素敵素敵、唯一無二だ。ないですよ、うん、この感じ、うん、ぜひ見ていただき、はい、あ、これよく見たらフードのステッチも、いやいや、そうよ、あの2本こうやって入ってるんですけど、うん、はい、片方が黒いステッチ、片方が茶色ステッチになってて、うん、すごいね、細かーっと思って、はい、まだじっくり見てないですもんね。そうそうそう、そう、マークケインのいいところはじっくり見れば見るほどどんどん良さが見つかるんですよね、うんうんうん、なんかハマってんね。ああね。うれしそう。はい、ね。でも大事なこと、そのワクワクを皆さんにちょっとでもね、詳細を伝えていけるとライブの価値はあるよね。ね、何より今日届くと思ってなかったので、うん、びっくりしちゃう。はい。小時さん、ライブに間に合わせましたよって。そう、そんな声は一切聞こえなかったですけどね。うん、俺も聞こえなかった。はい、そのパンツ、こちらのパンツ、はい、これがなんかレオパードっていうかよりかなんか水彩ポーンってぼかした感じの柄なので、はい、あんまり強く見えないです、はい、こちらが47,300円になっております。はい、47,300円、かっこいい、うん、ね、かっこいいよね、本当に最強だよね、うん、かっこいいと思うよね。これはもうハイカットの、うん、今スニーカーブーツで合わせてるのかな、ね、シマークの、ショートのレースアップのブーツでもいいし、はい、スニーカー系、うん、もう全部足までいけるね、軽快な感じで ね、どの感じでもいけますね、うん、はい、シンプルなこういうハイカットスニーカー、うん、合わせはいいかなと思いますね。思います、はい。で今回ストール使いたいところだったんですけど、うん、この背中の柄に合わせて、ね、あのロゴの入り方とか合わせられるやつあったんですけど、はいはい、なんとストールがすっごい大人気でして、ね、全部売れちゃったね。いいですね、そう、本当に 5種類あったうちの4種類が自由が丘なくなってしまいまして、はい、あ、なんかアピってんね。違うの、あの目白の方にあるのがもう最後になると思うので、うん、まあ、よかったらお早めにという部分ですね、はい、はい、うん、絶対回してくれないよ、うん、だと思うので、はい、そう、追加もかけられなさそうだから、どうなんだろう、はい、でこちらのジャケット、はい、ブルゾン、はい、ジャケットかジップアップの、うん、これちょっとフードじゃなくて立ち襟の感じになってますね、うん、こちらが51,700円になっております、うんうん、
いいね。ですよ、うん、そんな感じですかね。まあ、それぞれのブランドってやっぱりブランドのこう理念とひっくるめて作品として洋服を作って提案してるから、うん、まあ、単にインポートがいいっていう部分は全く思わないんだけど、何でもピンからキリまで、うん、やはりある程度確立されてるブランドに関してはそこら辺の理念に基づいたものづくり、うん、アート、ファッションアートなので、そのファッションの様式とかね、表現、その部分で全体的に好きとかいう感じるブランドがあればやはりそれは相性にもなるから、はい、基本的に合うと思うのね、うん、なのでその部分のストーリー性、ファッションのストーリー性もひっくるめて見てもらえると余計にまた楽しさがワクワクが変わってくると思うので、はい、ぜひそういう部分もひっくるめてファッションに対してのストーリー性、自分の中のストーリーをファッションのストーリーと重ねてみていただくのも楽しいかなと、逆にさらに楽しめると思います。はい、はい、ですね、うん、こちらのマレーラのバッグが 29,700円になっております。もう喋るなって感じの顔してますね。そう、そろそろね、うん、新谷さん、はい、ややこしくなるからってね。はい、失礼しました。なんか僕のターンが長いな。いつもそうだよ。はい、そう、僕も喋ってファッションさんも喋って結構の長さになるから。じゃあ喋らないよ。はい、どうぞ。はい、そのくらいでいてもらって。さあ、今日新谷もうめちゃくちゃ跳ねて跳ねて喜んでました。見てあげてください。これ紹介したくてね、もう本当にこんな可愛いものがあったのかっていうぐらいの、はい、楽しい、これは可愛い、コレクション行ってこの前に佇んでて、ね、これはもういや、お願いしますって感じでしたもんね、うん、オーダーしてくださいってね、うん、で今日なんとなくこのちょっと真っ白じゃないんですね、うん、ちょっと薄いピンクのこのこのチュルチュルっていうのを優しく合わせたいかなと思って、はいはいはい、もうなんかもうこんなかっこいいんですよ。このパンツがこのね下のこのフリンジもね、はい、まあ、わかりますかね。そう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 、この感じがねすごいカジュアルに、はい、でもきっちりにっていう、はい、何これってね、うん、もうかわいい、かわいい鏡見てないで、こっち見て自分を見てないで、かわいいです、そうそうっていうね、ほんとこのパンツのかわいい感じと綺麗な感じがすごいなと思って、うんうん、ね、あの上着は再三ね皆さんで、うんうん、あのご紹介させていただいてるとは思うんですけど、うん、このパンツが今日入ったんですね、はい、で、あの持ってきていただいたんですけど、はい、もうこんな可愛いパンツ、これパンツだけでも結構履いていただける、はい、ちょっとこれ外人風に着てみて恥ずかしいかもしれません、はい、すいません、大丈夫です、はい、でもさすがです、うん、この感じがね、うん、すごいかっこいいのかなって、かっこいい、かっこいい、うん、これシースルーですけど、はい、ね、はい、こんなにお尻までこのパツンってあって、はい、っていう、なんだろう、なんて説明していいのかわからない、うん、もう単純に見てくださいって感じですよね。本当に見てくださいですよね、うん、こんな個人的にあの展示会コレクションの時、はい、一目惚れしてってね、これはもうぜひオーダーして誰かに伝えたい、みんなに伝えたい、見てほしい、もうね、これはね、うん、帽子をかぶっても意外とこんな感じで、おお、いいじゃない、ですよね、どこぞの何者だっけあの人、ほらほらあの人よあの人よって、で誰も思いつかないのそのあの人よあの人、一体誰ですか、うん、そうそう、どっかに見たことあるわよねって、そう、そう、でもかっこいい、このかっこよさ、ほらテレビかなんだっけなんだっけそうで、そう、これで、あ、ちょっと見てたな、ね、なんて言うんだろう、やっぱりファッションの楽しさを感じますね、ね、感じますね、うん、もうこんな楽しいの、うん、ありですかね、そうそう、ありですかよね、なんでこれにこういうふうにつけるのとかね、ね、本当に、はい、なん
よいしょ。もうこれをお帽子かぶってて、でもなんだか可愛いじゃないですか、うんね、うん、いやいや本当に本当にこんなの本当に、うん、ありですか。いや本当に茶目っ気十分ね。プラダじゃないよってね、じゃないよキャップをかぶったりね。これね、じゃないよです、うん。これは一体何なの？ね。はい。そしてこれを持つと。うん。あら。これも肩にかけないんで、あえてこう。そうやって持つのね。こういう感じで持っていただくと、うんうん、またなんかスニーカーでみたいな。うん、やっぱ。ね、キメキメだけど、うん、キメキメじゃない、そう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 よそ行き、うん、よそよそ、ね、なんだけどよそなりはよそよ、ね、そうでもなんかこう気張りすぎず、はい、っていうのがなんかすごい、うん、いいのかなって、ね、なんとなく全体的にあの装飾的な部分ではなくてね、なんかこうワッペンくっつけまくったりとかね、こういう、はい、まあ、刺繍っていうか、実際はこれコンピューターで織り込んでる生地なんですけど ね、うん、あのもう完全に刺繍の生地、刺繍に、はい、っていうね、はい、なのでこのね刺繍に手間がかかってどうのこうのっていうことじゃないんですね、うん、これは織りに対してコンピューター刺繍入れてますから、この生地そのものを編んでいくときにここのところは色糸が入って、はい、ね、はい、そうなんです、そういう感じの織なんですけど ね、だからこれで手間がいっぱいかかって、それでこの値段は安いですっていうインチキな、うーん、はい、トークになるとこれはではないですよね、はい、素人以下ですね、もうこれは生地として、生地として、はい、そうです、そうです、そうです、はい、なんで、あ、かわいい、でも、ね、すごいかわいいですよ、うん、これを楽しめる、逆にこの値段で楽しめるんですね。以前だともう20年前だったらこれ全部刺繍で入れてなきゃいけないから、ね、ジャケットそのまんまで20万30万してたですよ、ね、こういう感じの服は、そうですね、そうですね、はい、そういうのザラでしたよね、はい、そうです、新谷さんのいい感じの力の抜け加減と洋服の抜け感のバランスが最高、はい、ありがとうございます、でも本当にいい感じです。ね、いいですよね、うん、かっこいい、本当に。なんかかわいい。うん、皆さん早くしないと売れちゃいますよ。本当にないんで、こんなかわいいのは。うん、背中のラインとか、ね、すごい綺麗で可愛いですよね、姿勢もね、もともといいけどさらに姿勢も良くなって、このプリンっていうね、うん、へこみ具合とかがすごく綺麗に出ているのかなっていうのがありますよね、そう、姿勢をよく見せるし、またちょっと鏡に映った自分がそこでさらに一回姿勢をもっと ね、あの、そう、自分で気合入りますよね、そうするとその気持ちがまた内臓を活性化して自分の元気にもまたなるというですね、パッションですね、いいこと、うん、いいことずくめの一着だと思います、ですよね、うん、本当になんかいいですよ、うん、皆さんいいです、綺麗ね、形がね、ね、本当になんかこの、うん、そう、はい、このラインが、はい、で自分で綺麗なと思うと減って上がるじゃないですか、うんうん、そうです、そうです、そうです、上から、はい、そうです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 、気持ちになるっていうのが大事なんです、一番すごいね、はい、素敵なことかなって、はい、そうです、そうです、うん、そうなんですって思いました、はい、ので、はい、かっこいいと思います、はい、お値段が本当によく似合ってる、ジャケットの方が、はい、でもこれ84,700円なんですよ、はい、はい、これだけ可愛いのに、うん、大変なのに、ボタンがまたこのボタンすごい可愛いんですよ、はい、このなんかちょっとコインのような肉厚で、はいはい、っていう、うん、そこの中にチョコは入っておりませんよ、なんかね本当にその感じですよね、うん、本当に、はい、そう、それでこのパンツが 46,200円ですね、はいはい、税込み価格で、はい、といつも言うように、うん、やっぱりね4万だ8万だって稼ぐのは大変じゃない、でもこれを一着としての価値で見ると十分に価値がありますよね、ですよね、うん、これ8万だったんですね、うん、10万とかなんかね、うん、そうです、そうです、そんな勢いいくかなって思ってましたが、はい、意外とです、かっこいい、綺麗な、もう王道ですよね、王道です、かわいいの、うん、ジャケット特に ね、うん、もう作れるね、襟が作れるし、そうで、なんかこの肩も嫌なのか、はい、そうです、そうです、そうです、綺麗に入ってます、ね、
はい、ということで、うん、以上で、はい、はい、ありがとうございます。ぜひこれはね、うん、もう好きか嫌いか極端に言うともう極端な感じ、うわーこれ好きと思った人もう100点満点似合いますね、うん、ねー、うん、もう可愛いんだもん。100点満点じゃない、100万点似合いますね。ねえねえ、ほんとにもう、おいおい、明日は来てないよね。うん、ダメよ、ダメよ。よく女王もブーってモッチーさんにストップかけられるんだから。ねえ、ほんとに、ね。ダメですよって、お客様最優先です。ですよね、そう。よく、はい、よく、はい。あれ、どこ行くの？このままそうですね。はい。はい、今ね、うん、鏡見てるから、はい。いやいや、素敵です。はい、うん。はい。ね、なんかこのスニーカーの感じでいいですよね。うん、うん、いや、もうバッチリこれでいい。はい。はい。なんか喜びまくってる。ダメよ、売り物よ、みたいな。はい。ね、楽しくなりますよね。そうね、なんか本当嬉しそうな、これ見てて。大騒ぎしてたパンツ持ってきたらね、私。みたいなね、はい、パンツあるじゃん。可愛いですもん、こうやってね。目立たなかったですもん、ただかけてただけなんて。そうそう、びっくりした、そう、びっくりした。見せられていったよね。そう、お弁当下げてきてね、外から戻ってきて、もう見つけてるもん。そう、はい、失礼しました。はい。はい。はい、こんばんもご視聴いただき、誠にありがとうございます。ありがとうございます。ね、まだ、ね、うん、ご紹介していないものいっぱい、ね、もうすでにね、紹介しきれなくなってきましたけれど、うん、まあそれはそれでね、毎回毎回週4回もうやってますしね、ライブやってますからね、もう狂ったようにライブやってますけど、紹介しきれないのと ね、 ね、また島明としての美意識コーディネートを発信したい、うん、伝えたい皆さんに、そういう思いでねやってますので、はい、今度は土曜日、あれ明日はなし、明日は何曜日だっけ、木曜日、あ、今日水曜日だ、まだ、はい、やば明日はじゃあもっちゃんねるだね、もっちゃんねる ね、 ね、あるかと思いますので、はいはい、あ、もう絶対ありますね、島区目白の方のインスタグラム、あ、そうか、ね、今日金曜日と思ってた、俺違いますよ、今日は、はい、失礼しました、はい、はい、そう、夜20時、はい、8時からまたやると思いますので、はい、ぜひそちらもご覧ください、はいはいはい、そうですね、はい、はい、では皆さん、本当に今晩もありがとうございます、ありがとうございます、それではいきます、せーの、 This is the fashion、 今日もありがとうございます、ありがとうございます、そうか、今日水曜日か、まだ、そうですよ、そうです、やっぱやっぱいや、でも楽しいのいっぱい届いて、ありがとうございます、ありがとうございます、楽しかったです、ありがとうございます、はい、失礼いたします。